12レース6号艇の東本勝利選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は昨年の7月以来ということになりました。今回は新エンジンになって2節目なんですが、前回の方が最後にチルト2度にされているエンジンを手にされました。全顕微はどのようにして乗られたんですか？そうですね、やっぱ自分の形だとは全く違うもんで、はい、自分の形にとりあえず叩いている途中で、構想検査が始まったもんで、はい、まだ全然掴めてないです、はい、チルトは下げていかれたんですかね。マイナスにしました。チルトはマイナス、はいはい、ではそのマイナスのセッティングにまずしてからですよね。そうですね、はいはい、ご自分のプロペラのタイプとしてはどんな感じになるんですか？まあね、バランス型、一応伸び寄りで、伸び寄りで、まあ、バランス取れた感じにしていきたいと思ってます、はいはい。近況は津多摩川と連続輸出中でいらっしゃいますから、この時期のプロペラの方はまずまずいい方向ですね。はい、冬の方が好きです、はい、ではしっかりとこの新エンジンにご自分のプロペラを合わせて勝負ということになりますね、はいはい、では一節間にかける意気込みをお願いします、はい、連に絡んでいけるよう精一杯走ります。